本日より特集として私が持っているキーボードキークロンの K8、K3、K6、K2 のホットスワップバージョン、K2 のノンバックライトバージョン、K2 のJIS版について語っていきたいと思います。どうぞお気軽にご視聴くださいますようお願い申し上げます。ではよろしくお願いいたします。今回ご紹介いたしますのはこの K3 です。こちらはウルトラスリムでホットスワップもなっており、75% レイアウトでアルミニウムボディで Mac でも Windows でも対応している素晴らしいキーボードです。今回私が買ったのは赤軸となっております。選択肢としては茶軸や青軸があると思いますが、これは少しいろんな軸を変えることができるので少し楽しみにしております。本当は黒軸にしてみたいんですけれども、以前レビューに流したようになんか時々壊れてしまう人がいらっしゃいますので、ちょっとすごい躊躇しています。でもちょっと本当に黒軸を試してみたいのでちょっと考えています。それでは少し外観を見てみましょう。右側から見ると、本当はいつものキークロンさんであればアダプターなどそこにつけるようになってるんですが、それを、こちら見ていただけますように合法についているようになっています。よく赤軸が見えるようになっていて、すごい赤軸を打っているんだという実感が湧きますね。右もちょっと見てみたいと思いますが、まあ、左とはさほど変わらないという感じになります。そして、これが下側になるんですけれども、本当に薄いっていうことが本当にこれでよくわかるかと思います。では同じ赤軸のこの K2 タイプと、比べていきたいと思います。K2 と横に並べてみると K3 は本当にコンパクトで小さいですね。両者とも劣ることはないんですけれども、やはりこの高さが全然違うっていうのが、違うのかなと思います。こう比べてみますとやはり高さが変わるので、こちらは本当に好みだと思いますので、是非そちらの方はご自身でご検討ください。横から見た状態ですが、これも本当に高さが違うので、こちらはパワーレストなどを使ってみたりして、調整をご自身でしていただいたら良いかと思います。次は打鍵音を比べてみたいと思います。ちょっとこちらの方はまず K3 の方から始めていきたいと思います。それでは、K2 の方になります。少し順番が前後してしまいましたが、 K2 の、外観を見てみたいと思います。K2 の外観はですね、いつも、普通の通りこのように、左側にアダプターなどをつける場所になっています。後ろはもう本当にシンプルにもう何もない状態で、アルミでなって構成されていますね。これも高さがあるのがよくわかるかと思います。それでは次は、バックライトを見てみていただきたいと思います。18種類ありましたでしょうか。バックライトの種類ですね。すごい楽しめますね。でもタッチブラインドなので、ブラインドタッチですね。ですのでちょっと見ることが少ないので、それはちょっと残念かなと思いますが、気持ちが、この点、いろいろ変わるという点では、気持ちが上がる、気分が上がるのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。K3 と K2 をちょっと比べてみました。K3 の方は本当にもう薄くてコンパクト、本当に軽くてコンパクト、もうコンパクトにしか言えないって感じですね。ですが、使い勝手は本来の K2 と同じですので、すごく重宝しています。おすすめしたい商品になっています。以上、K3 の紹介でした。ありがとうございます。